一角じゃないですか。皆さんこんばんは、アローズスクリーンのシーサです。トミーです、こんばんは。さあトミーさん、今日もやってまいりました。こちらは気候な加古川店さんですね。はい、はい、もうなんか閉店後のこの心地よい雑音が流れてますけれども、今日も閉店後のホールにお邪魔して、はい、トミーさんと私シーサの二人きりの戦いやっていきたいと思います。さあその前にですね、はい、ちょっと気になるものがあるんですけど、これちょっと見てもらっていいですか。さよならトミーエリア長って、トミーさんいなくなるんですか。実はちょっと、え、移動がありまして。あ、移動なんですね。そうなんですよ。辞めるわけではないので。あ、辞めるわけではなくて、はい、あ、なるほど、まあ、一応エリア編成とか。そっか、まあちょっとそういう時期に当たってまして。あ、まあありますよね、はい、特にこう大きなグループ店であればね、やっぱりエリア長、ね、となればいろんなエリアを見なきゃいけないというところで、はい、担当外れられるってことはまた新しい地域に、そうですね、行かれるんですね。こちらは改めてご紹介という形になると思うんですけども、はい、まあ、今のこの姫路加古川、ちょっと寂しくなりますね、はい、一旦お別れというところで、はあ、本当に3年、まあ3年ってなかなかエリア長で3年って長い方だとは思うんですけども。ああ、そうなんですね。あっという間でした。はい、もう特にこのエリア加古川店さんもありますし、まあ、姫路店さんのオープンもあったし、はい、ね、まあ、特にこの1年というのはこう激動の1年でもありましたので、なかなか落ち着くことがなかった3年間でした。そうですよね、はい、まあ、この加古川店さんにおいてもですね、トミーエリア長がいなくなるっていうのは寂しいものですね。そうですね、特に加古川店は1009台から1283台に増床したリニューアルもしっかりかましていただいて、はい、本当にそれなりにっていうかどうかしいですけど、まあ、成功させたものかと。いや、本当トミーさんのお力あっての加古川店というところもありましたのでね、ちょっとまあもちろんトミーさんが移動されるってことは後任の方がまた来られて盛り上げていかれるということですよね、はい、まあ店長の森も引き続きまだ続投という形で、はい、はい、なるほど、森店長はいらっしゃるということです、ね、たかだか私が変わるぐらいですから、そんなにこの加古川店に何か影響があるということはないかと思います。はい、そうですね、はい、ただこれね、ユーザーの皆さんにはちょっと僕は朗報だと思うんですけれども、やっぱり店長が変わったりとかエリア長が変わったりするときってやっぱりこうリフレッシュするわけですよ、そのグループ自体が。ってことは何か新しいことをやって地元のファンの方に、新しいエリア長が認めてもらおうと一生懸命頑張るわけですよ。これってチャンスなんですよ、うん、もちろん機械でもライバル店に負けたくないし、よし俺が来たらちょっと地域一番維持するぞとか地域一番になるぞって強い気持ちで間違いなく来られますので、実はこのエリア長の移動っていうのは地元のお客様にとってはね、そうですね、まあ、非常にちょっと興味深いあれになると思います。興味深い人事ですよね、はい、まあ、これであとは巡回をですね、まあ、8店舗すべて、はい、費用バラバラに、そうですよね、引き継ぎ予定も大変ですけど、まあ、あとトミーさんほらツイッターもやられてるじゃないですか、はいはいはい、で気になる方はぜひトミーさんのツイッターを、ね、そうですね、見ていただいて、あとは LINE アットとツイッターを見ていただければ、ね、まあ、情報はほぼほぼ抜けることはないかなと思います。もうこれはね要チェックだと思いますよ、はい、移動して新しいエリアで頑張りますって言ってしばらくは相当頑張れると思うので楽しみにしておいてください。頑張ります。さあそして本日実践いたしますのが来ましたね、はい、話題の最新機種やってまいりました、パチスロ吉宗3でございます。いやもう僕もね超楽しみにしていた、6号機ですし、はい、まあ、なんといっても4号機では一世を風靡した機種の後継機ということ で、ね、果たしてどんな仕上がりになっているのか、早速実践の方に入りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。君に会いたい時だってどこか会えない気持ちがある。さあというわけでトミーさん、はい、吉宗3いよいよよいしょ来ましたね。やってまいりました。まあなんやかんやね、6号機今までいろいろ出てきましたけど、やっぱり5号機には勝たんよねっていう機種も多い中で、そうです、個人的にはめちゃめちゃ期待していたエティキ、初代から売ってたのでちょっとねその演出だけでもちょっと鳥肌が立ちそうなんですけど、うん、まあ、どんな
エーティー機というか、もう趣があらしてね、うん、もう初代を彷彿させるような、そうですね、いや楽しみしかないな。ちなみに、はい、設定6です、両方とも。そうです、設定6なんで、まあ当たりは引けるかなというところで、僕らも今日実は初めて打ちますので、ちょっといろいろ勉強しながらではありますけれども打っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ行くぞ、行くぞ。まあこうリセット後というか、まあ最初はですね、このビールの左側にある占領ポイントを獲得する特化ゾーンにまあ入って、そこでこうゲームがスタートするという感じですね。占領ポイントの特化ゾーンですね。そうですね、占領スロット、だからリゼロでいうとこの、はい、あの温泉ステージですね、まあ、ここはこうリセットは必ず入るというところで、一応これが1000ポイント貯まった時点でボーナスっていう形ですね。1000ポイント貯まればボーナスの抽選ですね。抽選ですね、抽選ですね。で基本的にボーナスの当選景気がこの占領ポイント、1000ポイント到達時と規定ゲーム数の消化というところになっているので、まあ通常時のゲーム性は割とシンプルなゲーム性なのかなという気がしますね。はい、うわもうこのウェイトオンから俵が揃う音から全てがこう初代のままなんで、タラララララってやつですね。はい、めちゃめちゃ懐かしい。っていうかこっちはあれ入らないんだ、占領スロット。本当ですね。え、なんで打ち替え後っていう感じじゃないんですね。じゃあ必須では絶対入るわけじゃないんですね。大体入ると思ってましたけどね。まあ、今回一応こうボーナスをループさせる、あるいはボーナス中のこう枚数のせで出玉を増やしていくタイプなんですけど、まあ、ボーナスが疑似ボーナスとなってますので、中身は AT 機ですね。純増約4枚の、はい、懐かしい。そして僕はね、G-BIC が大好きで、とにかくあの完全告知が大好きでしたけ ど、 ボーナス中にこうチャンス告知、完全告知、後告知みたいな感じで、今結構いろんな機種で使われてますけど、まあ、そのボーナスの種類を選択するっていうのも吉宗が走りでしたよね。あ、そうですね、今思えばそうですよね。今思えば、あとボーナス中に歌が流れるっていうのは今当たり前じゃないですか。コロコロからなんですよね、初代の。だからいろいろ初代の吉宗っていうのはパチスロ界に大きな影響を与えてますよね。いやー間違いないですね。朝一僕の方は占領スロットなかったんですけど、はい、リセット後もその占領スロットなくても内部的にポイントが加算されているようですので、まあ、見えないところで実は何百ポイントか持ってるかもしれないっていう可能性があるらしいです。さあそして81ゲームですね。なるほどね、ちょっと新しい感じもしますけれども、懐かしい感じもめちゃくちゃするこの高確率。いやさあ前兆ステージ、一応まあ基本的にはこの高確率を経由してボーナス当選か否かをこう教えてくれるというものですけど、一応前兆ステージはこのシャッターが閉まる高確率と高狩りがありますね。高狩りで、高狩り発ステージはビッグボーナスの大チャンスということで、まあめったに見れないと思いますけど、高狩り来たらもうビッグは目前と思っていいんじゃないでしょうかね。でまあ家紋の大きさも小中大特大かな、はい、4種類あって、はい、まあ、それでこう一応対応薬があるということですね。そうですね。で、演出あ対応薬矛盾でボーナス濃厚というあたりもやっぱり初代からね、継承されている部分もありますね。大家紋2回でもう激アツですね。あ、もう大家紋2連続はもう激アツですね。あと連続演出が多分ほぼ連続演出が発生して終わるときは終わると思うんですけど、初代の吉宗って高確率に入ってもおって言って演出なしで終わるときあったじゃないですか。ありましたね。あれがね悲しかったんですけど、今回多分それはないと思うんで、まあ何らかの連続演出は見れるでしょう。今いろいろ思い出しててすごい楽しい新鮮な気持ちですね。いや今のもね何気なくこう連続演出発展しましたけど懐かしいですね。サスケデカ太郎、そしてチュータか、チュータ懐かしい、懐かしいですね。あとまだまだっていうのがね、そうですね、激アツですよね。これまだハズレで、規定ゲーム数はモードによって管理されてて、通常時のモードが全部で4つですね。通常 A、B、C、そして天国ということになってまして、はいはい、通常 A の天井が799ゲーム、
通常 B の天井が663ゲーム、そして通常 C の天井が363ゲーム、そして天国ボードの天井が193ゲームということで、まあ吉宗の割には浅めの天井となってますので、まあ積極的に打っていっていいんじゃないかなと思いますね。ここは弱チェリー、チェリーが強弱の2種類ですね。で通常時のレア役はこの占領ポイントの特化ゾーン、占領スロットの突入抽選が行われているということですね。風呂敷でかい。で通常時にステージが変わるときにアイキャッチが出るんですけど、そのアイキャッチの種類でモード差も行われているようですね。基本浮世絵の絵が出てくると、はい、まあ、A 否定だったりとか、まあ、そういったものがあります、ね、B 以上だったりとかってことですね。そうです。で B になると天井が636ゲームでしょう、終えますよね、このコイン持ちだったら。ベースはまあ50ですから。あ、おさあ占領スロット突入、実はリセット後占領スロットこの台行ってなかったんですけれども、ここで初めて来ましたね。まあ保留の数だけ占領ポイント貯めれますと。8ゲームですね、2468ゲームですね。で黄色保留が、まあ、出た数字、青保留だと、出た数字かける2倍、緑だと3倍、赤だと5倍、紫10倍という感じで、まあ、保留の色によって獲得期待度変わりますというものです。さあ次がラストですね。めちゃめちゃ少ないですけど、これで青なんで2倍になります。少な、8ゲームで110ポイント、まあ、なかなか簡単にはたまらなそうな、まあそうですよね、大当たりの6割ぐらいがゲーム数、4割ぐらいがこの占領ポイントということは聞いてますけどね。そうですね。なのでそこそこ1000ポイント貯めればボーナスに期待が持てるということが言えますね。お、松が上段転廃、チャンス目か。なるほどなるほど。まあ一応今回レア役がチェリー、松、チャンス目全部リプレイフラグなんで、まあこぼしても損はないんですけど、一応フラッシュを伴った時はチャンス目ですね。で通常時のレア役なんで、ここは占領スロットの抽選というところですね。意外と、おお、20か。意外と難しいな、ここで大きく貯めるのは。40、お、今まだ1000ポイントに届いてなかったんですけど、終わってから1000ポイントの表示が出てきたんで、これで今占領ポイントマックスということになりますね。やはりリセット後占領スロットなかったんですが、内部的には占領ポイントが溜まっていたようです。ということでここからはボーナスチャンスですね。あの一番刀が強いの誰でしたっけ？剣豪でしたっけ？剣豪ですね、はい、あれはありますよね、今作もね。あります、剣豪とのバトルは、はい、あの雑魚と戦って 0% にしたら剣豪が出てくるってやつですね。あれ確か雑魚を早いこと倒せば熱いとかってありましたよね。あ、そうですね、1ゲームで倒したらとか。我慢比べ、占領ポイント1000ポイントからの前兆は外れ。占領スロットは連続性が一応あって、1回突入するとその後ね2回目3回目と続く場合があるということなので、まあ、ここはその占領スロットの煽りだと思います。私もこれで1000ポイントいきます。あ、いきましたね、はい。お、もう一丁いく、もう一丁いくか、占領スロット、はい、まあまあ連続しますねこれ。おお、普通面数外れからの降格ですね。
あー、レッドケースから、えーえー、それはあれですか、1000両ポイント、1000ポイントからの。そうです、そうです、期待できるかもですね。どっちか当てたいですよね、お、これもだからあれですよね、占領スロットもリベロの異世界体操みたいな感じですよね。まだあります、まだあります。おお、来たでしょ、それは当たるやつでしょ、もうこれ来たでしょ。今の特大ですかね。特大でしたね、普通の台じゃなくて。台じゃなかったですね。いきます、はい、ああ、もう当たってますね。2ゲーム連続はさすがにもう、ああ、もう近い近い近い、そうです、嬉しすぎて、イエーイ。トミさん、でもビッグ引かんといかんですよ。です、ね、ビッグ引かんと、イエーイ。で、あとはボーナス確定した後のレバーを、そうですね、ここがビッグかレギュラーか決まる、ここガチ抽選らしいので、いや、頑張ります、ここで。ぜひぜひ。この後ですね。そうです。バーより先に7を成立させればいい話ですもんね、この間に。結構引っ張るな。あー、来た。あ、これ占領ポイントもここにか、これなんですか。あ、あの余った占領ポイントはその抽選の時に一応なんか使われるみたいな話ですけど、そうそうそう、演出的にね。で、一応ビッグの比率が 55% 以上はあるっていうところですね、はい、だから溜まってる分が無駄にならないよっていう演出が出てるってことですね。そうです。さあ、いけてるよ、いけてる。お任せください、ビッグボーナスは私に。あ、まあ一応でもまだね、はい、レギュラーの場合はベルナビ管理ですけど、はい、消化中は一応ビッグへの昇格抽選もあるということですので、まあぜひ昇格させてみてください。はい、多分相当難しいと思います。相当難しいと思います。さあ、そしてこちらはですね、今ゲーム数が297ゲームなんですけど、すでに通常 A、 まあ通常 A モードを熱連出てますので、おそらく B、 あ、通常B か C ですね、 B か C で、 B の場合が200、400ゲーム台がゾーンと、 C の場合がまあ200、300ゲーム台がゾーンということで、ここ300ゲーム、400ゲーム台は注目のゲーム数ということになります。あ、終了画面ちょっと特殊なやつ出てますけど、あ、設定2以上なんですね、それがね。なるほど、初代の姫パネルで高確率でって書いてましたんで、高確率でスタートします。おーい、いきなり来ました、今いきなり熱っ熱っ、そんな感じで連チャンするんですね。おサボハニだ、もう確定ですよ。おプレミア、プレミア、これはトミーさん、次はビッグでお願いします。いやー、これわー、懐かしい、ええっすね、サボハニ、いきなり見せ場作っちゃった。次はちょっとさすがに、はあ、まあ天国のゾーンが193ゲームって言われてますけど、まあめちゃめちゃ早い当たりも全然あるってことですね。ですね、これはいいじゃないですか。こう赤ですから、かなりビッグの期待が熱いんでしょうね、持てる。じゃあビッグでしょ、7待機中になってるし。ああ、ほんまや。チーさん、早くお願いします。まあ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 、そんな焦んなくても大丈夫ですよ、ちゃんとあの編集で両方分使ってもらえると思うんで。さあ、このね、青ならぞろいが今回のビッグボーナスですけれども、平均でだいたい711枚取れますよと。まあ、3回特化ゾーンがあるということで。そうなんですよ、3回の特化ゾーンがついてくる。その特化ゾーンがこの振る舞い大抽選ですかね、はい、ここで特化ゾーンの種類が選ばれるっていうものですね。僕はもうチャンス動くで、お、迷わず行きましたね。はい、僕吉宗派なんで、やっぱり。ここで何が選ばれるかですね。一撃、連撃、衝撃という、まあ大きく分けて3種類あって、
衝撃まで行けば、まあ、かなり熱い突破ゾーンですけどないですね、そこは。はい、一撃ですね、はい、今回の振る舞いはこれは100、200、300、711枚ですね、はい、だから継続させれば200以上になるということですね、ここは。あまずは100枚、まあ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 、まあ、全部で3回ありますからね。そうですね、1回目の特化ゾーンは100枚だったということですね。そうです、あとはその消化中に7を揃えればなんとビッグの1ゲーム連ということになります、はい、純増も約4枚ということで本当にねスピード感もあるし、そうですね、かといってね一瞬で終わるわけでもないので程よいスピード感ですよね、程よいですよ ね、 4枚なんでね。で平均711枚って言ってますけどもちろん1ピックで1000枚以上取れることも全然ありますんで、めちゃめちゃ熱いです。1ゲーム連でも完走しちゃう可能性もありますよね。そうです、確定名なんかもあるみたいで。あ、そうですね、1万6000分の1って書いてましたけど。おお、もちろんビッグ確定なんでしょうね。そうですね、めちゃめちゃかっこいい目が出るっぽいですね、どうやら。あの姫ぞろいとか、あ、そうですよ、ま、松のこう松バサビみたいなね、ですよね、松みたいな。お、334ゲームまあ、ここで当たれば、まあ、通常 C に滞在していればもうここで当たるということになりますね。通常 C の天井が363ゲームですから A 否定は出てます。 B か C、まあ、タイミング的にもねここは B だとゾーンではないところになるので熱いんじゃないでしょうかね、この高確率は。富さん2回目、はい、占領乱舞、うん、また吉宗ですか、そこ。はい、コンビックはちょっと吉宗で行こうかなと。これは押し順でってやつですね。そのゲージがなくなったらライフがなくなったら終わりってやつですね。123おい、そのエチゴヤが出てきたときがピンチですね、終了の。デカかも。おお、来ましたね。さあ剣豪とのバトルです。まあまあ続きますよね、その特化ゾーンは。そうですね、1回の上乗せ少ないですけど、そのエチゴヤがね毎回出てくるわけじゃないんで、上乗せ期待度的にはそれが中間の上乗せ期待度のやつでしょ、突破ゾーンは。はい、おお、おお、そろってもやっぱり減るんは減るんですね。そうですね、ライフがあと1つと、次エチゴヤが出てくるとピンチということになりますね。押し順当てても、押し順当てても終わるんですね。そうですね。さあこちらは最初のボーナス当選になるか。まずは雑魚を蹴散らして剣豪との一騎打ちに持ち込みます。25%。あれ3ゲーム目までいった。これゼロになったらまあまあ強いんじゃないかな。はい、3ゲーム目でゼロで剣豪バトルですね。懐かしい。懐かしい、アングルがやっぱ違いますけど、初代とは ね。おお、気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいいな、この八大将軍ランプ。さあというわけで350ゲームゲーム数での当たりなので、おそらくリセット後の滞在モードが通常 C だったと思われます。で設定6のリセット後なんで、やっぱり設定6はモード振り分けがいいんでしょうね。行きましょう。うわー、美しい。
まあ2分の1以上 50% 以上で青7なんで、まあ、ここはすんなり青7をね揃えたいと思います。さあどっちだ、参ります。はい、再始動とかないの。レギュラーボーナス、レギュラーボーナスは俵ナビが7回ですね。これ俵7連で1ゲーム連とかないですよね。あるわけないですよね。あってもいいですよね、俵7連。そうですね、なんかありそうだけどな。え、姫選びました、はい、もしかして。ナイスですね。あのビッグボーナス中でも帰れますんで、それがいいですよね、また、はい、はい、終了でございます。ダメか、100枚か。まあまあ残念な感じですね。一番ミニマムですね今のところ。このままあっさり終わると350枚ぐらいで、本当ですね、終わっちゃうね。リベロの設定6みたいな感じじゃなければいいですけどね。はい、残念でした。この曲もいいですね。いいですね。キメビッグの場合はその楽曲で1ゲーム連の期待度を示唆しているという感じですね。あ、来た来た。あ、懐かしい。懐かしい。なるほど。400枚取れず。いや下手くそでしょそれは。それは下手くそでしょ。だって711枚ぐらいは取れるって言われてるんですから。372枚。おお。そっから特化ゾーンがまた出てくるっていうこともあるんですね。お、落書きパネル、これはなんかでもまだハテナになってましたね。あ、まあそれもね、初代吉宗のパネルの一つですね。あったな。へえ。ああやっぱり、やっぱりそこか。はい。おお、また行くか。ねえ、本当。さあ400ゲーム超えました。通常 B ならここがゾーンということになります。そして占領ポイント今965ポイントなので、あと35。レア役とリプレイだけでも1000ポイント、そう遠くないですね。お、あと10ポイントで1000ポイント到達というところです。さあこれで、はい、行きましたね。445ゲームです。2回目の占領ポイント1000ポイント到達。そろそろ当てたい。こっちはまだレギュラー1回のみしかボーナスがありません。うん、8からの高確率はチャンスパターン、チャンスパターンなんじゃないかなって思ってます。さっきトミーさんもね、連続演出からこう高確率に行ってっていう流れありましたもんね、はい、当たった時に。お、第3停止で風呂敷落ちてきた。第3停止はややチャンスぐらいかな。一回も当たったのを見たことない演出です。お、これはチャンスアップですね。 G が白目向いてますね。多分あの番長3のバトル中のポーンあるじゃないですか、あんな感じだと思うんですよね。はい、
2回目のボーナスは476ゲーム。ここはこっち占領ポイントからの当たりになります。さあ2回目、ここはビッグで頼むぞ。よし決まった、これは決まった。おお一角じゃないですか。めちゃめちゃ気持ちいい。これいいっすね。今聞こえました、鷹が鳴いたんすよ。はあ叫びたくなるテンパイオンだ。さあそれではこちらの台は初めてのビッグボーナスとなります。まあ先ほどトミさんに紹介していただきましたけれども、まあ改めてね今回のビッグボーナスがどんなものか見ていきたいと思います。まあ平均711枚と言われてますけれども、特化ゾーンが3つついてくるボーナスですね。で長押しでモードがチェンジできます。今回の新たなモードがこの3人なんですけど、長押しするともうね初代の吉宗打ったことある方にはおなじみのまんまですね。僕は大好きな G でいきます。まあその前にこれですね、振る舞い大抽選ということで3つの特化ゾーンを1つずつ消化していきたいと思います。でさっきトミーさんがやってないやつですね、ここは G なんで、はい、で、G ブレイクと G ベアっていうのがあるんですけど、 G ベアだとちょい強め、 G ブレイク一番弱いやつですね。見ていきましょうか。かっこいいな、でも演出は G ブレイレバーに気合を込めろ、 G アップ発生で大量上乗せ。ああなるほど、まずは100か G アップかで、100、200、300、710あるんで、これ G アップなら200以上ですね。いきますよ、100。これはいかんやつです、最低です。100は、おお。これね、トミーさん、それっす、懐かしいな。うわー言わせたいな、光らせたいな。多分こっち光るんでしょう、八大将軍が初代モードなんで。あ一緒ですね、この辺も。あ全部一緒だ、ほらここが初代だ、ここが初代。あシャッターのところも初代のままですね。金言わせたいですね、これね。言わせたい、多分金言ったらハワイに行くのかな。あー終わってしまう、100枚は早い。はい、これで1つ目が終わりです。じゃあ次は姫でいきます。ちょっと100はやめてよ。SP ならいいんだけど。おお、あ元祖、おお本当だ、これプレミア飲み比べじゃないですか。えそれ当たるやつじゃないですか。あれあれあれ、ないんかい。復活はまだまだ。あ普通に演出としてあるんですね。ちょっと初代の演出だったんで ねチャンスアップにはなったんですけど外れ、強いのかと思いました。ハートの色に注目、色が変わるほど大量上乗せ、これですね。ちょっと弱いですよね弱いビッグが。さあ来ました、そこにあるかもしれない。これがもう大流行ですよ、初代吉宗の時代。 CD 買ったもん、懐かしいな。ねえ
まに。これって浜崎あゆみなんですか。当時噂になったじゃないですか。違うらしいですよね。ジャニーズね。声めっちゃ似てますよね。めっちゃ似てた。違うんですね。いや僕も最初聞いた時ああいうかなと思ったんですけど、うん、違うらしいですね。おモノマネみたいな感じですかね。要はたまたま声質が似てたんですかね。で、あゆの全盛期じゃないですか。いや、そうなんですよ。さあ、姫は後告知ですので、ここからですね、次が3回目。じゃあ吉宗も言っときましょうかね、初代モードで。ちょっと特化ゾーンが100枚100枚って、トミーさんも100枚100枚でした、はい、全然できてないんで。上乗せなしでしたね、それ以外は。100はいかんよ。赤い方がいいんですけど、これもしかしたらやっぱ6は乗りにくいとこあるんですかね。あ、強い方来た。100は超えるやろう。でも私超えなかったですからね。これあれですよね、越後屋が邪魔するやつですよね、はい。はいはいはい、いや100は超えないかんでしょ、ここは。おお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 お、50枚一気に来た。これはまあまあいいかも。まだライフ3つある中でもう80枚乗せてます。これで残り2つになったか。あーやばい。110枚めちゃめちゃ少な。わあ、でもこれでなんか許されちゃう。ずるいなーこれ。いやずるいっすよね。いやだったらちょっと7ぞろいみたい。1ゲーム連おっ、よっしゃ、これが特大なんだ。じゃあさっきまでのは大カモンですね。でかっ、めちゃでかいですね。いやいや、大か特大か分からんって言ってましたけど、分かりますね。そうっすね、これが特大。めっちゃでかい。めちゃめちゃでかかった。トミーさんお願いします。ビッグで。あ、契約だ。まあ本来はこれ。あ、そうそう、おお、懐かしい。懐かしいですね。揃え、揃えは1ゲーム連ですよね。ああ、これね。そう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 、何したんじゃいってやつ。ってことは今高確率か、7の。おー、お上手。ありがとうございます。お上手ですね。ちょっと枚数お願いします、枚数。はい、私まだ占領ポイントで入ってるんで、はい、高設定はやっぱり占領ポイントでいけるような感じなんですかね。多分なんかトミーさんの手めちゃめちゃ溜まってますし、それで当たってますもんね。たまたまかもしれんですけど。お、15台の夜が2つある。ああ、なるほど。1対1対1だったらいいけど。まあ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 、
やっぱりちょっと、はい、まあでもそれはそれで勉強になりますよね、6でビッグ何回か引いて全部同じぐらいの倍数だったら、そうですね、まあその可能性が高いということ言えますしね。さあこれで終わりになります。あんまりトミーさんと変わらないぐらいの結果でした。ああ終了画面もあれですね、初代の吉宗のやつですね。351枚、こんなもんなんか。さあどうかな、最初は高刈り見せてやりましょうとかね、711枚とかね言ってましたけど、あれめちゃめちゃいいですよこのビッグは。枚数増やしながらまだ2つあります。おーおー、マジで